はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の高等式丸3をお送りします。でこれでね、高等式も3本目でまたね、ちょっと前回とは違うタイプの問題を2問取り上げていきます。なのでできそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね両方とも解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ高等式1から始まって、前回の2は分数だったんだよね。で、今回3、分数ありません。じゃあ何が違うかっていうと、主役が2人います。どういうことかっていうと、次の等式が XY の高等式となるように定数 ABC の値を定めようとなってるので、今までの高等式1、2、タイトルがね、1、2の時は、X の高等式となるようにと言ってたんで、 X だけが主役だったんです。でもここでは XY の高等式と言ってるので、 X についても Y についてもまとめるんです。2人とも主役だと思ってね。で1番を見ていくと、カッコ A プラス 2BX プラスカッコ 2A プラス 3B マイナス 3Y プラスカッコ B マイナス 3C カッコイコール0かというになってる。で、これはもう形が整っていて、X についてまとまってるでしょ ?Y についてまとまってるでしょ。で、X も Y もくっついてない定数項でちゃんとまとまってるので、このまんま解いていきます。で、主役が2人になっても全然ね、恐るるに足らずなんだよ。普通に解ける。やることは一緒で、結局、こっちは 0X プラス 0Y プラス0。全部0だから。だから、X にくっついてるA プラス 2B は0なんです。Y にくっついてる 2A プラス 3B マイナス3イコール、これも0なんです。で、定数項の B マイナス 3C、これも0なんです。で、あとはこれの、ね、式を解いていけばいいと。で、この解き方なんだけど、上2つの式が C がなくて AB だけなんだよね。だから上2つを普通に連立方程式だと思って解くといいかな。じゃあ一応下の式先に書こうかな。 2a プラス 3b で、じゃあマイナス3右に持ってきちゃうね。右辺に持ってきてイコール3で、この上の式を a 揃えたいんで2倍します。2倍すると 2a プラス 4b イコール0だね。で引き算するとマイナス b イコール3なんで、B イコールマイナス3となります。いいかな。で、もうこれあと暗算で答え出せそうだね。じゃあこっち書いちゃおうか。 A イコールほにゃららで、 B がマイナス3なんでマイナス3で、 C イコールで、まず B がマイナス3なんで、この式にマイナス 3B 入れると A マイナス6イコール0です。マイナス6右辺に持ってくれば A イコール6となります。で、あとここにB にマイナス3入れると、マイナス3、マイナス 3C イコール0。マイナス3を右辺に持ってくると3。両辺マイナス3で割って、C イコールマイナス1と。こんな感じ。やること同じだからね。主役が2人になっても。まあ、こんな感じで解いてあげてください。で、2番は、まあ、ちょっとね、2乗も入っててややこしい感じもしますが、やることは同じです。で、左辺はね、x2 乗プラス y2 乗なんでいいんですけど、右辺が a カッコになっちゃってる。これは x2 乗とか x とか、それでまとめなきゃいけないので、一回展開する必要があるね、これね。で、この展開がちょっと厄介だね。じゃあ頑張ろうか。まず左辺はそのまんま、x2 乗プラス y の2乗イコール、ちょっと暗算入れるよ。ここ、展開すると、x2 乗プラス 2xy プラス y の2乗です。これ中学校の公式と同じね。それに A を全部配るから、まず X2 乗に配って AX2 乗プラス 2XY。それに A 配るから、プラス 2AXY です。で、Y の2乗に A 配るから、プラス AY2 乗となります。まずこれ、ここね。この部分。で、次は B の右にくっついてるこれ、展開すると、x の2乗マイナス 2xy プラス y の2乗です。これも中学校の公式ね。
で、それに b を配ればいいから、プラス bx2 乗マイナス 2bxy で、プラス y の2乗だからプラス by の2乗と。で、こうなる。で、右辺をまとめます。で、今よく見ると x の2乗でしょ、それと xy と y の2乗の3種類です。だからその3種類でまとめます。だから x の2乗も xy も別ね、別で分けてあげてください。で、そうすると左辺がそのまんまで、 x2 乗くっついてるのがこことここなので、 a プラス bx2 乗じゃあ xy 行こうか、こことここなのでプラス 2a マイナス 2bxy でまとめてあげて、 y の2乗がこことここだからプラスカッコ a プラス by の2乗です。今は x も y も両方主役なので分けてちゃんとね、こうやってくくってあげる。で、あとは同じです。いい？比べると x の2乗にくっついてるの a 足す b、 左辺は x 2乗に1がくっついてる。だから a プラス b と1が同じなので、ちょっとね、順番入れ替えますけど a プラス b イコール1と。で、y の2乗も比べようか先に。そうすると a プラス b1 同じなんだよね。だから同じ式を2個書く必要はないので、それは書きません。で、あと xy、 この 2a マイナス 2b、 これがこっち xy がないから 0xy だと思ってください。なので0、あとはこの連立方程式解くだけです。で、じゃあやろうか。上2倍にすると、2a プラス 2b イコール 2、 2a マイナス 2b イコール0 足し算すると 4a イコール2なので、下入るかな、あ、まずいね。だから a イコール2分の1書こうか。 a イコール2分の1と。で、 a が出たのでここに入れようか。で、2分の1入れて計算すると b も2分の1だね。よいしょ、こんな感じでね、解いてあげてください。だからね、まあ、主役が2人になってもやることは同じです。気をつけるのはまとめ方。あとは例えばこれちょっとね、x2 乗と xy と y の2乗3種類しかなかったですけど、まあ、ごちゃごちゃしたね、式が出てきて展開したったらね、 x2 乗 y、xy の2乗とかいっぱい出てくると。その時 x2 乗 y と xy の2乗、これまた別だからね、別でちゃんとくくってあげて、まとめてあげて計算してください。同じような感じでね、いいかな。では今回は高校数学数2の高等式丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回の丸4で高等式、一応最後になりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。